勝負あり。一手差の心象。なかなかいい勝負だったわね。どう？疲れた？どこで囲碁を学んだか気になるの？それとも気になるのは、わらわの過去についてかしら。あなたは上昇さんの園らで、わらわの過去を垣間見た。最初からあなたに隠す気はなかったんだけど、あの時は詳しく話せる状況じゃなかったでしょ。昔、残像が暴れていた頃の今週は、今よりずっと悲惨だった。あなたが見た女の子も、家を失った何千万人という不幸な民の一人。豊かだった村は残像に襲われ、一瞬にして焦土と化した。女の子は村人に守られて脱出したけれど、そこからは寝床と食料を探す日々。生き残るため、彼女は力を使った。それに助けられた分、誰かを助けたかったのね。女の子の手札は限られていて、未来をつなぐには自分の命を削るしかなかったの。と言っても、彼女にとっては割のいい取引だったのだけど。悲鳴が渦巻く荒れ地で、悲劇は繰り返された。彼女の力で救えたのは、ごくわずかな命だけ。女の子は自分の無力さを嘆いた。そんな時よ、師匠と出会ったのは。彼女は幻病神人と呼ばれるその人を知っていた。だから必死に頼み込んだわ。優しい幻病神人はボロボロの彼女をすぐ弟子にしてくれた。そして共に各地を巡りながら、様々な教えを授けたの。計略をもって災いを鎮める方法。人を動かす方法。10人、100人しか救えなかった彼女は、師匠の教えで力を借りることを覚え、今では1000人、万人を救えるようになった。理科で己の体を燃やし、万人が望む未来をもたらす。彼女はずっと、天の時、地の理が訪れるのを待っていた。そして、あなたが現れた。今、今週は灯火が絶えず輝き、民の生活は安寧に満ちている。あの女の子の願いは、少しずつ叶いつつある。あなたのおかげでね。世界平和を叶えるにはまだまだ課題は山積みだけど、かがり火は燃え続け、受け継がれ続ける。心配しないで。今の彼女は自分の力を上手に制御してるから。それに、自分を大切にすることも忘れはしないはずよ。繁栄するこの世界をまだまだ見ていたいでしょうからね。今夜の対局はここまでよ。もう遅いし、そろそろ寝なきゃね。炎はたやすく消えはしない。だから闇を恐れず、安心して眠りなさい。